じゃあ、うちでもね、その、まあ、アマテラスにはならないうちもおるやん。全く他の家に生まれるケースもあるし、ホトジキじゃなく、そんな気まぐれもすんねん、うち。その時アマテラス名乗られへんわな、うちでも。その時の状態なんていうかって言ったら、実はそれをマリコっていうね。納得いきはったでしょ。で、マリコってようさんおってんけど、だけど、同時代に一人しかおらんかっていうと、全然そうじゃないからややこしいねんな。でしょ。例えば、うちとアスカに、まあ、分断になった場合、でしょ。その時は、もうどっちもマリコやって。二人合体せんと、アマテラスになられへん。戻られへん、うち。もう戻ったから、うちのうち。それまでうちはうちって言われへんねん。え、私？ そんな感じやねん、ノリとしては。うちじゃなくて他人なのよね、っていうのが諦めがあるの。うちだったのになぁと思う。笑われたりしたらね。だけど、まあ今やっと戻ったから、おかげさんで。だから、皆さんも幸せになってると思うよ。やっぱりうちが笑われてたらみんなほんまにしんどい人生からね。なんかミニマムなことで悩んで。ほんでミニマムなことで殺し合い、いがみ合い。で、滅亡。でも、うちがうちに戻ったら、うちのサイドに戻ったら、だんだんなんかおおらかになっていくでしょ？ちょっと前まで全然おおらか違ったやつやな。うちが、その、健康を取り戻してたら、みんなもおおらかになっていくはずなんですよ。ね。それがマテラス効果か。ほら、天皇様なんだって、焦って損したってな。じゃこっそり、また生きようって気ある。それをみんな許すかどうかやんか。別に代官おってもええねんて。だってうち宮殿なんか住みたくないもん、本当に。宮殿のなかなか敵だらけや。え？ほんまやって。わからんか？いろんな少女歌舞伎読んどきながら、宮殿の中のが敵だらけやの。わ かるでしょ？それぐらい。もう少女歌舞伎読んだ人なら。